自動販売機のコイン投入口が縦穴と横穴の2種類あるのはなぜ？縦穴はコインが転がるため素早くコインを識別できますが、大きくてハイスペックな識別機が必要になってしまいます。一方横穴はコインがゆっくり滑るため小さくて低スペックな識別機で構いません。なのでたくさんの人が使う駅の切符の自動販売機は素早く人をさばける縦穴、ストックスペースをできるだけ確保したい飲み物の自動販売機は小さい識別機で良い横穴が使われています。